はい、チェッカーと申します。今回は、まあ、中国戦をの WBC の中国戦を終えて、まあ、ちょっと、まあ、明日の韓国戦とかも含めて雑談していきたいかなと思うんですけれども、まあ、今日の中国戦は、まあ、だいぶ、まあ、格下だったわけですけれども、まあ、そこに対してちょっと、まあ、緊張とかもあって苦戦したのかなっていう感じでしたね。ただ、まあ、大谷とかは、まあ、きっちりあのピッチングにしてもバッティングにしても調子通りのものを見せてくれましたし、まあ、全体的にね、野手陣もピッチャー陣もすごい、いい数字を残してました。まあ、僕の、配信では、こう WBC に関してはベースボールサーバントっていう、まあ、メジャーリーグの、ね、トラッキングデータっていう詳しいデータを使ったサイトを、まあ、使いながら配信してるんですけれども、まあ、打球速度とかも、すごい優秀な、数字を残してて、まあ、バッター陣もね意外と期待できるのかなっていう感じはしました。中国に関してなんですけど、まあ、なんかその回を追う、まあ、年を追うごとに、まあ、少しずつ力をつけてきてるような感じを受けて、で、まあなんですかね、まあ、守備も全然崩壊してないですし、ピッチャー陣に関してはね、ちょっとなんかまだまだ伸びる余地はあるのかなっていう感じはするんですけれども、まあ、バッターもにしてもピッチャーにしても、まあ、もうちょっとフィジカルとか、いい選手が、まあ、代表に出てくれば面白いのかなっていう感じはしました。で、まあ、明日の韓国戦なんですけど、問題は明日の韓国戦ですよね。韓国がどういうチームなのかっていうところをまず分析していきたいんですけれども、まあ、野手に関しては結構優秀というか、手強いなっていう感じがします。まあ、それこそ、まあ、日本には大谷がいますけれども、大谷村上のいる日本にも引けを取らないような選手が結構揃ってるなっていう印象を受けるんですけども、まあ問題は投手ですよね。投手に関しては結構課題があるのかなっていう感じがしてて、まあ、特に世代交代にだいぶ失敗していますし、まあ、韓国自体が元からそのエース級 2,3 人、まあすごい優秀、まあ、代表ではね、ナショナルチームではエース級 2,3 人はすごい優秀なんだけれども、まあ、それ以外がパッとしないっていうのもありますし、まあ、ここ3年、ここ数年に関してはもう KBO に関しても、まあ、世代交代に失敗して、なんかマイナーリーグとか、あとまあ日本とかに在籍してた選手をがもうほとんど、ね、KBO リーグの上位を占めてるっていう状態なので、まあ、今日に関しても、まあ、韓国は、まあ、オーストラリアだったかな、オーストラリアにかなり大量失点をして敗北したというところで、まあ日本代表がいかに打ち勝てるかっていうのが、まあその明日の韓国戦の最大の焦点になるかなっていう感じはします。で、まあ明日もね、配信はいたしますので、まあ今日もしたんですけど、まあね、明日も配信いたしますので、まあ、トラッキングデータっていう詳しいデータを見ながら配信しますので、よかったら、7時頃から、見に来ていただければなと思います。それでは、ジャッカルでした。ありがとうございました。